ぱよーちゃーん。はい、じゃーん。あー、なんか鉄ちゃんが来たよ。よいしょ。よいしょ。うん。よいしょ。なんだっけ、三河違う。何市って。桜川市。向かってるよ。よいしょ。なんかそこのさ、手前のほら、なんだっけ、しましまのゼブラだっけ。そこのとこでさ、止まっててね。なんか現場の近くの本場、ね、この時間、なんか現場聞いたら、先輩聞いたら、なんかね、狭いけど、入れなくはないって言ったらさ、ちょっととりあえずファミマでさ、ちょっとお買い物して、それから現場入るか。ね。よいしょ。とりあえずこれをね、ずっとまっすぐ行けば、ファミマに着くはず。多分。これなんかほら、昨日先輩教えてもらった道でさ、そう、ナビでさ、一緒検索した道、全然違う、なんか向こうからビーって行く道でさ、よくわかんない。よいしょ、わあ。あ、しかもね、この通り沿い見たらさ、あれあるの。なんだっけ、セーブオンじゃなくて、セリコーマート?そう、セリコーマート。セイコーマート入りたいけどさ、入れないよ、駐車場狭いから。ね。いや、なんだろうね。事故、故障?事故かしら。ね。大丈夫かな?救急車も来てるじゃんね。大丈夫かな?よいしょ。あ、事故だ。よいしょ。ねえ、気をつけないとね、事故ね。なんか今のでっかい、なんかトラック、あれだね、前が、べしょってなってたね。明日は我が身、ね、気をつけないと。よいしょ。あ、ほら、倉庫行ってる間に出てきたよ、ほら、伝説の。あ、入りたいけど無理だろうな、これ。写真で見たけど、絶対入れないよ。ほら、セイコーマートセイコーマートだよ。あー、なんか大型さん止めてるよ。無理やり止めちゃってるよ。すごいね。駐車スペース、普通車のスペースに頭から突っ込んでたよ。ワイルドだね。エコマートだよ。このとこに開墾さんいるね。なんか今電費を持ってトラック乗ったからさ、え、この辺入れんのかな、この消防署ね。よいしょ。え、このとこ入れんのかな。で、これだね。これだ。よいしょ。どう入るかな。奥から入った方がいいかな。ああ、なんだ、全然広いね。思ったより全然広いね。よいしょ。全然広いけど入り方失敗したかな、これ。どっから入れば正解だ。俺入ったはいいけどさ。どうしよう。よかったこれ。でもあれだね、他のトラックいたら入れなかったねこれね。ガラガラだからいいけどさ。
ガラガラだからよかったけど。とりあえず。どうしようか、そこの奥から2番目ぐらいに止めとく、とりあえずね。よいしょ。なんでかって、今一番右側に止めようとしたけど。失敗したから。入れやすい、この2番目に入れる。よいしょ。このぐらい広きゃいいね、本当にね。よいしょ。あ、左寄せすぎたかな。左寄せすぎたね。よいしょ。あ、もういい時期に使ったら。よいしょ。どんだけグネ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 してんの。やり直し。やり直し。ああ、でもこれ2番目でちょうどいいじゃんね。右から入ってくる車とかね、邪魔になっちゃうからね。よいしょ。めっちゃらしいですよ、私は。オーライ、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 ほら、ほら、よいしょ。これまっすぐ大丈夫、本当に。これミラーで見てまっすぐでもさ、いざ降りると超曲がってるとかよくあるからね。あ、もう後ろ。あ、ぶつかっちゃった。ドラッグ少なくてよかったね。よいしょ。じゃあちょっとさ、お買い物してさ、ね、おトイレ行ってくる。トイレ行ってくるからね。終わり。本ちゃんね、行こっか。とりあえず福山さん行ってもらって、ちょうど信号が。よいしょ。よいしょ。たらね、あれをね、左なんだよね。すぐあれ、あ、待って、見なきゃわかんない。あ、チャリンコ乗っちゃう、ごめんね。チャリンコ乗っちゃう、ごめん。よいしょ。え、これだよね、いいんだよね、何も書いてない。しばらく道なり、ずっとしばらく道なり。じゃあ、撮ってたら道に間違えたら危ないから、もう切るからね。あ、狭いね。狭いね。ガルちゃん今ね、積み込み待ってるところ、なんか2時間とか3時間ぐらいかかるからさ、今日ね、すごい、あ、現場映ったらまずいか、ちょっと待ってね、見たらダメだよ、ほいほら、すごいのどかだよ、なんか、あー、ダメだからね、モザイクするからね、現場映ったらやばいからね。なんかちょっとさっきさ、動画くっつけたけどさ、朝すごいテンション低かったね。ごめん。ケツかもしんない。なんでかって俺、多分朝言ってない気が、言ってなかったけど、それはさ。ほら、昨日結局遅くなったからもう帰んないでさ、夜のうちにこっち来ちゃったんだよね。で、その先輩教えてもらったそこの40分、50分ぐらい戻ったところにある、しましまゾーンで寝てさ、そう。で、朝になってからほら起きて、もこもこファミマに移動したんだけどさ。うん。ね。だからね、
よいしょ。そう、だからさっきの結構寝起きだから、寝ぼけてね、また。でさ、全然動いてないからお腹空いてないんだけどさ、お昼だからほら。これ美味しかったよね、これ。これ美味しいよね。ファミマーさんのさ、チキンライス。これ美味しかったからこれ食べる。なんかね、時間はいっぱい寝たんだけど、ほら、昨日もう、到着して、もう、ハンドリング足バーンって上げてさ、こう寝ちゃったからさ、なんか、ダメだね。全然疲れが取れない。なんかさ、時間的には全然いっぱい。あ、待って、これ。チキンライスはほら、マスクに垂れやすいからさ、茶色くなっちゃ、赤くなっちゃうからさ、外そうね。ああ今日ね、これ積んでさ、帰りはね、また同じ道戻って行って、やわらちゃんから乗って帰るからね。2時間ぐらいで着くのかな、わかんない。重いから2時間じゃ着かないな、多分な。ね。結構ここ、ね、山越えするからさ。俺のトラック空っぽなのに、登んないのにさ、こんなに20トンも30トンも積んだらさ、走んないよ。もうトラクターとか幸運気並みだから、皆さんごめんね、後ろの人ごめんね。頑張ってアクセルいっぱい踏むからさ、許して。じゃあちょっと帰り天気から帰りもさ、ちょっとドライブ映像撮ってみようか。あ、そのためにほら、GoPro さん充電なくなったからちゃんと今、充電してるからね。あと今日は多分もう使わないけど、ここにほら、ムソム君もここにいるからね。早く食べろって。うん、なんかバターの香りしてね、美味しいよ。うん、うん、そんな感じだから終わり。今日また昨日ドハマりしたところに今度また搬入輸出で並ぶからさ、うん、今日も帰れないコースかな、多分。いや、帰るけどさ、今日はさすがに。帰りたいよ。うん。まあ、でもわかんない。時間によっちゃ。待って、明日の予定がほら、さっき出てなかったけど、もう出てるでしょ。見てなかった。そう。今日はね、帰りたいからさ。戸田だったら、うん。戸田だったら、そんな遠くないか。ね。戸田ってどこだっけ？ああ、わかった。戸田わかった、ね。戸田だったらそんな遠くないじゃん。ね。そう。てか、わかんない。むしろだから、ほら、終わんのが、一応2時前とか、早ければ1時頃終わるとか言ってるけど、まあ、そうか、住んでみなきゃ状況わかんないから。ね。むしろヤード間に合わないかもしんないしね。それはもう終わってみなきゃわかんない。おいしい。これ本当においしい。おいしいから終わり。爪終わったよ。帰ろうね。なんか今さ、どっから曲がってきたか探してんだけどさ、大丈夫過ぎてないかな、なんか。右側にセブンがあるところ曲がるんだけどさ、なんか不安になってきた。でも今ね、信号で止まったからナビ見たらさ、あ、これだ、やっぱ次んとこだ、これか。わかんない、どうしよう。あとは来たと橋だが越えてすぐ左曲がって、あ、セブンだ、セブンあった、あれだ。走ってると見えないよ、危ない。ちょうど赤になったから見てみようね。看板投げて下関、下関、下関っつったらだって九州行っちゃうじゃんね。ああ、これじゃない、ほら橋渡って、そう、ちょっと待って、早く止まって、わかんない。
号変わるんだよ。こうやって見るとさ、信号すぐ変わるんだよね。あ、大丈夫。あ、合ってるっぽい。そう。これ左曲がって、また定時路あるから、また右行けばいいんだ。ね。ほら、でっかいトレーラー曲がってきたよ。セブンからブリーンって出てきたね。ワイルドだね。お、運転手さんもなんかひげ面でワイルドな、かっこいい。おっちゃんっていうか、お兄さんな気もする。なんか若い気もする。大きなお世話だ。よいしょ。重たいね。さっき山越えやばい。20キロぐらいしか出なくて。後ろの車大ブーイングだよね。お前はコンバインか、つって。もう一個青看板出てきたからあれを右、オッケー。じゃあもう一安心したから終わりね。じゃああとは気をつけて帰ろうね。のどかな田舎ドライブ終わり。さようなら、また明日。お疲れちゃん。じゃあ気をつけて帰るからね。バイバイキーン。